はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、本日、はい、お届け物があります。はい、2つ届きました。届きました。はい、まずは本からもーちゃんから。はい、もーちゃんで届きました。クールで生物ですね。生物ですか。生物、でジパングジャパンさんから。はい、いただきました。はい、開けてみたいと思います。開けましょう。はい、冷凍で届いてます。冷凍で、はい、冷凍庫に入ってました。はい、会社帰りだ。東海から届いてますね。東海、あこれこれやな。はい、なんかこの怖い。おお。今日はぼっちともーちゃんで。そうなんですよ。でカメラマン山ちゃん。山ちゃんで。はい。今日は中さんがいないんで、ちょっとグダグダになりそうな感じしますけど、あまり喋らないみたいな。開けますね。はい、はい、どうぞ。あ、何ですか。これ何ですか。言ってました。あのね、はあ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 、あのね、昨日、はい、あのライブ中継してはった時に、はいはいはい、あのコメントで来とったんですよ。はいはい、あのスニーカーズを食べてくださいね、もみちゃんなので、で、なんかさんが冗談でご飯に振りかけて食えやよって。あー、これもぜひご飯いやいや、それは、まあ、後でご飯炊いてご飯これなんですか。スニーカーズのアイスクリーム版ですか。これアイス…あ、ほんまですやん、これで、これアイスクリームちゃうんですか。あ、これ、これ今ちょっと食べましょうよ。食べましょう。ご飯もいければ、いければ、いや、全然お腹空いてます。でもこれこれってほんまでアイスクリームですね。はあ、いやアイスクリームですか。ちゃうんですか。いつものやつ。ただ溶けへんように冷蔵にしたのか。もしくは凍らしたら美味しいよっていう。そういうことか。それだけ。ていうかこのスニーカーってあんま知らないよね。はい、よっしゃ。どうしたらどうな。この箱がしたことないね。そうね。箱がしたことないもんね。はい、これディスプレイ用に。そうやね。お店もあるやつね。これでこういう感じで。あ、普通にお店並んでるやつね。あ、 でもこれ明らか溶けるやつ。そうね。絶対溶けるよな。ああ、これは ありがたいですね。スニーカーズ。あ、これをだから昨日コメントつけて。はい。はい、ほな早くご飯炊かないと。さすがに、まあ、タケル君でご飯炊いて30分ぐらいですか。言われたらちょっと一旦中断しますか。これは嬉しいですね。いや、この前食べて僕ね、今ね、はい、あの一回ウッドさん負けてもらって、はあ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 、初めて食べたんですよ。これおしっかり美味しかったです。いや、あーピーナッツ、ピーナッツちょっと冷凍した感じすぐ食べましょう。ちょっとまだ溶けてないんで。そうね、一回食べてみましょう。一回どうぞ。はい、じゃあ、いただきます。どうぞ。はい、もうこれ開けます。はい、開けたから、開けたから。あー、これで食べたことある。冷やさんの一回だけあります。嘘。え、凍らして。 おしゃれやな。あ、凍らしてはないですね。おしゃれやな。凍らしてはないですね。硬い。いや、硬い。あ、お前が硬いぞ。ちょっと早かった。あ、いける。いける。うまい、うまい。だいぶ硬い。うん、これはね、そういうのを入れてってもらう。うん、はい。あ、美味しいですね。うん、ちょっと歯が弱い人には無理ですね、うん、これね。あ、こうん、確かに、うん、これ、冷やした方がうまいかもしれない。うん、これは、うん、うん、なるほど。うん、これは、うん、もうこれうまい、うん、これあれや、もう、冷蔵庫かな。もう早く、みんな食べてくれたら、助かるわ、うん、これは、みんな栄養補給に助かりますよね、これ、うん、これあるでしょ。はい、なんか要領ね、栄養補給使われた時に。うんうんうん、これはうわ、もういただきましょう。めちゃくちゃうまい。ありがとうございます。冷やして食うということもいいね。これプレゼント紹介でそのまま食うのって初めて違います。やってみました。ねえ、でも後で終わってから食べたりしましたけど、うん、最中に食べるなんて、うん、でも美味しいです。娘会から、はい、うん、あ、今日疲れてるから遅れちゃう、うん、あ、そうか、並べるのね、うん、うん、うまい、うまいけど
喋られへんようになる。うまい、スパムジャパンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。美味しくいただきます。はい、ありがとうございます。ご飯にかけて。ありがとうございます。じゃあ、後でタケル君登場します。いやいやいや、そう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 。ありがとうございます、ほんまに。はい、はい、ではでは、次はどっちの、はい、ちょっと的にな。あ、では、はい、カメラを渡します。はい、あ、ごめんごめん。はい、はい、お願いします。ボツにも荷物届きまして。あ、これ、なんか四角いマークで、ね、あ、いて、なんかいてます。あ、大丈夫です、大丈夫です。はい、はい、ボツさんにもね、金子さんからいただきました。いいですか。はい、はい、金子さんから、はい、さあ、開けてみます。冷凍ですか。これは冷凍ではないです。常温で届きました。常温ですか。はい、アマゾンさんの、ちょっとドキドキします。なんすかおお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 、ちょっと待ってくださいよ。これ何ですか、これ。こんな、ちょっと待ってくださいよ、これ。持ってるよ。なに、うわ、これはもらって、いいですか。こんな本当にいいんでしょうか。いや、ちょっと落ち着いてください、落ち着いてくださいよ。ちょっと落ち着いてくださいよ。箱は破かないように。あ、そうだ、明日を持ったらいいかな、誰か。そのちょっとカメラ入れちゃいますので、いきます。ちょっと手が反対向けてゆっくりやってみる。はい、お願いします。くっついてますね。なんかくっついてますね。多分アマゾンさんは、あの、下に付いてますわ、多分。切りましょうか、横も。あ、ほんなちょっと、わかります。鉄から上げたら、待ってよ。いけちゃう。キャロッチェリアじゃないですか。ちょっといいんですか。これはどう見てもカーステというやつですよね。ですね。はい。本当ですか。でもこれ、これはボツさん、ちょっとちゃんと見ないと。本当に、開けますか。それからもうベリッとめくれるでしょ、多分。あ、こう箱から取れません、ね、ベリッ。取れてるでしょ。両面についてるから。あ、それでも取れないですか。取れないですね。これあれやね、段ボール破壊せないもんやん。そうですね、そうなんですよ。いや、これこうなんですか。ボツさん、これ、はい、でこでございますの。マジですか。ここまで本気ですか。至り尽くせり。いや、もうあの、あららららら、本当にね、あらららら、言葉が見つからないというか、ね、開けてびっくりしますよね、これ。見てください、これ。 MP3、 これは、メッセージ届いてます。はい、はい、ね、はい、読めの範囲で、はい、これで CD 聴けますねということで、本当にありがとうございます。あ、まあ、言うてはったんですか。そう、ちょっとね、CD が壊れてるという話をしたのを、本当に昔にちょろっと言っただけなんですけど、それを覚えていただいてたようで、であと、ご安全にですです、はいはいはい、取り付けはもうちゃんにでもしてもらってくださいね。やっぱり、はい、もちろんで、もう一枚、はい、ボツさんお疲れ様です、デコデコです6036に取り付けてくださいねということで、もちろん、カロッツェリア、はい、一流ブランドですですね、カルチェリア、はい、で、デコまでこれ、開けてみましょう。そうですね、一応見てみたいですね。見てみたいな、見てみたいですね、はい、あ、これは、スカプラね、はい、わ、これはすごいな。金子さん。金子さんです。金子さん。
いつもいつもありがとうございます、ほんまに。うわぁ、これ何これ、こんないや、本当にいいんでしょうか。これはでもうわすごい、なんだこれ、カロッツェリア。いやすごいですね。すごいな、これは出ようとしますよ、これ。はい、カロッツェリアでしょ、これ。しかもあれ、はい、あれもついてます、 AUX も。何ですかそれ。なんや、ウォークマンとかやろ、なんていうの、 iPod とかから、うん、そう、させるやつ、さしたら取り込むと聞けるやつ。ああ、iPod ってあんねやろ、なんか、俺知らんけど。マジですか、これは。もう本当にありがとうございます。つけましょう、また、はい、じゃあ今日はちょっと時間ある。いや、ほんまつけますよ、ほんまに。どれぐらいでもうつくもんですか。デコデコあるから、はい、まあ、1時間もあればもういけると思いますよ。もうみっちりやれば、うん、もうほんま止まってる状況みたいな、ね、朝からおればね、はい、はい、じゃこれまたつける時の動画、はい、もうアップしたいと思います。はい、はい、ね、いや本当にいいんですかね。いやいやいや、ちょっと待って、もらいましょう、もらいましょう。いやいやいや、後で返せ言うても取り付けたら返せませんが、もう本当にありがたくいただきます。ね、ほんま金子さん、ほんまありがとうございます。ボッツさん喜んでます。はい、いや、もう言葉が出ないぐらいに喜んでます、ね、はい、これは、はい、すごいな、はい、そうですね、なんか最大チャレンジまで、こんな、そうですね。いや、あのね、実はね、はい、僕宛てでプレゼントいただくのが、うん、初めてなんです。マジっすか。連名とか、あ、わかるわ、あと、ウータさんのプレゼントの中に僕のも入ってたりとかあるんですが、それは僕一人で届いたのが実は初めてでして、なるほど、それがこれ。すごい、ね、これはえらいことですよ、これ。いやー、本当にありがとうございます。これはほんま、このなんかほら、店の陳列みたいに、あ、いや、冗談じゃん。これ、いつもみたいにちょっと綺麗にディスプレイしていきましょうか。箱の上に乗せるみたいな、うん、うわー、これはでもほんま、スニーカーズと、ちょっとあんまりセンスがないんで。この段ボールは邪魔やね。これはいるから、これと。そうね。うん。どうですか？こんな感じ。そうですね。そうですね。それは開けないと。はい。あ、こんな感じ。あ、めっちゃ綺麗、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 綺麗。いいですか？こんな感じで、こんな感じで。どうですか、中さん、こんなんで。山ちゃん、山ちゃん、その角度、これ、これ、この斜めな。うわ、でもこれ、今なんかこれ、ほんま、なんかオートバックスみたいな。なオートバックスみたいなのが、なんか、置いてあるな、こうやって。あ、これはほんま、いや、ほんま、ねえ、もう、なんやろ、ウータさんの気持ち分かりましたね、言葉が出ない。いやー、本当に。気持ちが、はい。なんやろ、ほんま、ありがとうございます、ほんま、ジパングジャパンさんに。ありがとうございます。ね、金子さん、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。こんな感じで、ポチッとな、ポチッとな。